新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年も盆栽級よろしくお願いします。当時編も、はいはい、お願いいたします。昨年はいろいろありましたけども、はい、今年はどんな一年にしたいですか？いろんな出会いがありまして、その方々とさらにもっといい出会いもできるような、うん、そういったような一年にしたいなというふうに思います。わかりました、はい、正月一発目ということなので、はい、去年に引き続き松竹梅を作っていただこうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、やっていきます。なんだか綺麗になってますね。お掃除しました。お掃除、はい、ご苦労様です。綺麗にスッキリさせました。綺麗になってます。はい、新規一点頑張ります。はい、で今回松竹梅を作っていこうと思います。松竹梅なので最低3つ必要ですよね。松、はい、の松。松。これ黒松をいい松今回使っていこうと思います。いいですか、こんな高そうなやつ。で一個持ってるのが今後なんですけど、まあ松竹梅の梅の時期終わったら、うん、梅取り外してこの黒松との石突きみたいな感じを想定しています。なるほど。なのでまあちゃんと石突きを作るイメージでやっていきますね。あとこれ梅品種春日野って書いてあります。なんか咲き分けるやつですよね。確か若干ピンクが入るような感じの種類だった。なんか品種物っぽかったですね、はい、可愛らしい花ですよ、確か、うんうん、これを植えていくのと、あ、はい、トクサ、姫トクサ、これを竹に見立てて、はい、まあ、節があるのでね、こういう形でいいんじゃないかと思うのと、あとは笹とか竹だと少しやっぱり根の張りが気になるので、ちょっとこのぐらい竹風に見立てて作っていくんでいいんじゃないかなというふうに思います。この3つを最低使っていきます。さっきからずっと映り込んでるこの石、はい、すごいですね。龍眼石、そうですね、買ってきました。おー、こんだけね、ここがね、まあ、ちょっと若いような、ね、感じの石ですけど、でもこれだけ凹凸があって変化があると割と面白いんじゃないかと思ってこれ選んでいきましたけど、ね、所沢に行って買ってきました。所沢園芸センターに行って 買ってきました、はい、兄弟子のところから兄弟子のところに行って買ってきました。なるほど、はい、じゃあこのセットを使って作っていくんですけど、配置を決めないといけません、はい、で僕の場合松竹梅を作るにあたってやっぱり松は一番上に置きたいと思います。そうですね。なのでこの半径の形を、まあ、そのままこの風につけるような感じですか、うん、でその下にこの梅を配置するように。なるほど。で前にちょっと見えないけど俺こういう感じかな、いい感じを想定してます、はいはい、そこまで賑やかにしなくてもいいのかなっていうふうに、うん、はい、メインをしっかり引き立たせてあげるような3点飾りを作っていこうと思います。はい、はい、じゃあまず早速これらを固定するための針金をつけないといけないので、はい、いつものようにエポキシを使って針金を固定していきたいと思います、はい、じゃあこれ 1.5 これ30分ぐらい固まるまで時間かかるので、先に針金をつけて、で梅もちょっと細工してあげようと思うか、あの待ってる間に、はい、花粉症で、花粉症です。すごい匂い、匂いです ね久しぶりに嗅いだな。久しぶりに嗅いだ。最近やってない、最近やってないですよね。これ石はあるからやろうかな。ね、所沢園芸センターには石付きがいっぱいありますよ、はい、あ、そう、このこいつらもいっぱいある。まあ、売れるからってことだろうね。もうそうだし、多分ね、好きなんだと思う。あ、そうだ、うん、じゃあ次に針金を固定していきます。はい、めっちゃはめ出てるけどというか白いエプロンめっちゃ売れてるんだけど、もうあと1個しかないか。すげえ、白のが売れてる。白って言われましたよ、結構着てない時期。あ、で僕が来てる時期に若者でしょ、でも。ああ、そうです、若い人は白のがね、おしゃれな感じがするか。
応薬剤を流し込み終わりました。で次に梅の場所なんですけど、この石突きとして今後、まあ、黒松の石突きとして作っていきたいので、おそらくこの梅は取ると思うんですよ、この後。なのでこの場所にこの薬剤を入れちゃうと取れなくなっちゃうので、今度はアロンアルファで針金を固定してあげて、はい、アロンアルファだったら、ね、すぐ取れるようになるのでつけていこうと思います、はい。今回は少しやっぱりね、離してあげたいっていうのがあって、うん、この辺に梅は置いてあげた方が、まあ、バランス的にですね、ちょっと中に入りすぎるとこっちとかぶっちゃうんですよ、クロマツと、うん、この辺まで来ると思うんですよ、かぶっちゃうので、この辺をつける位置としてちょっと網出るぐらい、そうですね、うん、収まりがいいと思うんですけど、ね、これを石ですね、はい、まあ、つなぎみたいな、これでちょっと待ちましょう、はい。じゃあその間に、梅を細工していこうと思います。次にこの梅を彫刻していきます。彫刻、はい、今回は左流れに配置します。でここに切りっぱなしのところがあるんですね、うん、でここをもう少しかっこよく削ってあげて、はい、古さを出してあげると、この黒松との対比として、うん、こっちが無垢の状態よかは両方とも古さが出てる方が格好はつくと思うので、なるほど、削っていこうと思います。でよく見るとこことここに大きく傷があって、うん、この辺はもう皮が剥がれそうなような感じですよね、はい、こういうところを削ってちょっとつなげてあげるようなイメージで作っていこうと思います。で梅の幹っていうのは硬いので、うん、ちょっと一気にできるかわかんないですけど、あでも意外とボロいな、ちょっと縦筋を入れるような感じ、うん、で、やってあげるといい。こっちはおそらく台木の方なんですよ、あ木で、ここが継ぎなんだと思う、なんか低い位置で継いでるね、これね、そうですね、ちょっと鼻が赤くなってきてますね、わかるから、ちょっと深く掘る場所を作ったりとか、ちょっと切れ込みを縦状にして入れてあげました、うん、これで溶合剤塗りましょうか、はい、で真っ白に しなくていいと思うんで、少し墨を若干混ぜて灰色のような感じで塗っていきます、はい、うん、水水は切ってない、切ってないですね、はい、墨汁がいっ真っ黒になりそう、黒すぎた、黒すぎた塗る前に分かったでしょ、すぎた、でこんな感じで、はい、彫刻が終わったので、うん、次は、毛と土を準備していこうかなと。20なんでか分かりますか、次の作業に行くときに1枚抜くんだ、毛色をそうすると、はい、ハサミが汚れない、汚れなかったりとか鼻水かめます、鼻水かめるね、確かにこれ鼻水垂れそうだね、この作業中石突きを作る時で重要に考えないといけないのは、やっぱり土をどれだけつけられるかなので、うん、なるべく土は多くつけてあげたいです。なので若干多く作って、余ったら余ったら取っていけばいいので、はい、一回ちょっと3分の1ぐらい入れますか、うん、これは挿し木用で取っていきたいです。粒が大きいとどうしても分離してきちゃう、水苔は入れないですか、うん、じゃないかな、水苔とかどう考えればいいんですか、石
くはね、水はけがいいやつの方がいいでしょ、黒丸。でも、はけすぎちゃうんですよ、おそらく。あ、そうすると、乾きっていうのが普通の鉢植えと違って乾きやすいので、この辺はあんまり水はけっていうのは気にしすぎない方がいい。あとは、ヘド土がボロボロになっちゃう、大きい粒入れると。ベチャベチャすぎてもちょっと二重にしたことがあだとなってますよ。両方伸びちゃってるじゃん、どっちも。鼻が噛みたくてしょうがない。そしたらじゃあこれ、うん、ちょっと抜いていきます。でなるべくちょっと平らにしたいんですよ、うんうん、くしたいので。でも根はそんなに崩せず、うん、まあでも室内入れとけば大丈夫。あんまりこういうやつはハウスに入れとくっていうのは、まあ、気温もそうなんですけど、うん、要は風に当てたくないんですよ。なるほど。風に当てるともう終わっちゃうんで、ちょっとね慎重にやってあげましょう。はい、うん、だいぶ低くなったかな。ちょっと保護したい。入れると。で次、はい、先にちょっと苔を、大事な苔を、こっちはあの肥料やっちゃったらこうなっちゃう。はい、ここに1個ブロックがあるんで、うん、この中にスポット入ればいいんですけど、はい、ここに肥料置いてました。若干この辺が焼けてんかなと思うけど、全体見て同じように真っ白になってるけど、ここは若干黒っぽいですよね。で松に関しては本当に今時期じゃないので慎重にやっていきましょう。梅だったらまだそこまで本当のシビアって感じでもないですけど、松はある根っこは残してっていうような感じでやっていきたいなというふうに思ってますね。もともとね、松竹梅に売ってるってことは植え替えしてるってことだからね。そうですね。だからこんなにいい松はあんま見ないね。まとめられそうですかね、うん。これがこうね、ぐるぐる巻いてるとね、うん、やりにくいですけど、うん、やっぱりこうやって短いスパンで植え替えを続いてる木だと、うん、若干この鉢は大きかったんですよ、にしても。うん、ちょっとちっちゃくなりましたね。ね。ここでお知らせです。これやってると1月の6日から1月の26日まで、去年もありました六本木にあるザ・リッツ・カールトン東京で大宮盆栽の展示を今年も行うことになりました。で去年に引き続きアフタヌーンティーと、まあ、食べながら、盆栽を鑑賞できるような空間に仕上げてますので、ぜひお時間ある方、ミッドタウンですね、はい、にありますザ・リッツ・カールトン東京にお越しいただきまして、盆栽を眺めながらアフタヌーンティーとかお茶していただければなというふうに思います。カンタさんもパフォーマンスをする？一応その予定ではあります。ピアノの演奏で盆栽を作っていくんですよね。去年はそういう感じ。去年はそういう感じ、はい、カンタの晴れ舞台をちょっと皆さん見に来てください。で盆栽見るだけだったら別に大丈夫なので、うんうん、はい、ただお気軽にお越しいただければなと思います、はい、あのラウンジ内が全部盆栽一色になりますので、うん、点々とある盆栽をめでていただければ大宮盆栽の迫力が伝わってくると思いますので、ね、はいはい、ぜひお待ちしております。はい、はい、苔玉、苔玉、ティッシュ玉、ティッシュ玉、乾燥を防ぐ、防ぎます。もう乾いてるね。もう乾いてると思う。よいしょ、乾きましたか。乾きました。早速よいしょ受けていくわけですけど、うん、もう一回構想としてこういう感じなんだよな、多分結構上の方につける感じなんだね。だからそう、まずはちょっと最初のポケットというか作ってあげます、はい、でポケットを作ることによって若干ですけど中に粗い土を入れてあげて、
多く水が吸えるように手と持っていきたいと思います。とりあえず根っこは切ってません。はい、なんとなくポケットに収まりましたね。根っこの間に入れてあるよ。この木の場合だと、ここからここの距離が長かったんですよ。ここの、こことこの葉っぱの付け根というか、なんていうんだろう、でそこがネックだったんですね、この木の。でそれがこの石を抱かせることによって割と解消されたような気がするんだけど、うん、OK、このボコっていうのがどうしてもできちゃうんで、ここら辺に つなげてこようかと思います。そうすることによって土が増えるので乾きの対策にもなりますし、まあ、バラ見てくれもいいというか、より自然に土を増やすっていうのが石突きの肝かなと思いますね。ベタよかはある程度起伏があった方がいいと思うんですよね。で根っこの間にも土を入れてってあげて、やっぱ木がいいから迫力出んね。ね。ね。まあ、ざっととりあえずこれぐらいですか。で次この梅ですね。まあ、梅は若干でいいと思うんです。外すかもしれないので。はい、このままハサミ使ってこのまま鼻水かんでる。どうしても干渉しちゃうよな、思って。多分梅の方は結構乾くよな。なんかこういうこうやってやったよ。道みたいな。道みたいな。山というか。草はこっちかこっちかな、こっちの方が良さそうじゃん。そんな気がする。ここがやっぱりのっぺらというか、うん、苔には苔は来るんだけど、にしてもあんまり何もない撫で方だから、そうです、ね、こっちにはアクセントがあった方がいいかな、うん、ちょっと短くして、ね、普通の飾りとは違うけどね。ね、これは盆栽王さんから無償でいただいたものですね。ありがとうございます。パンタ君がのためならと。社長ありがとうございます。ここに持ってくるか、こうやって水が出てきちゃう。水出てますね。ブランディングとかもこんな感じじゃないですか。はい、前にも足したんですね、土今ね、うん、ここちょっと何もなかったんで、うん、これさえちょっと梅が当たってるとこあるので切る、詰めます。はい、とちょっとこの辺でじゃあ何しよっか。はい、じゃあ苔を張ってきますので、苔を拾ってきます。これが一番難しい内容で、はい、あるかどうか、あるかどうかっていう、頑張ります。滑舌も悪くなって、今更の話していいですか。うん、正月前にやる作る動画なのかな。うん。前去年も8月1日にあげたけど。皆様に松竹梅をプレゼントっていうことですね。これは皆様に対して。映像としてね。そうそうそう。やっとできましたけども、いい、ね、ちょっと気になり始めちゃったことがあって、はい、梅がちょっと後ろすぎるかなって思っちゃったんで、バランス的に、ね、この徳さが前に出てることによって、うん、こういう斜めのラインになっちゃったんですよ、はいはい、だから本来である主役って前に来なきゃいけないんですけど、うんうん、今回はまあこういう逆三角形みたいなイメージでここら辺に梅を持ってきてあげたいなと思うんで、
で外します。はい、梅の位置をもうちょっと前に前に、はい、ただね、ちょっと日がもうちょっとでね、陰ってしまいます。お願いします。これで針金が切れたらあと30分、日が暮れるかもしれないですよ。この忙しい時期にまた来なきゃいけない撮影。めっちゃ鼻水、めっちゃ鼻水が出ております。現場はパニック状態ちょっとちゃんと正面から見て、もう今の時点でかっこいいぜ。鼻水垂れながら、鼻水垂れながらこの鼻垂らしいいもん作るぜ。ちょっと幼稚園生みたいになった。鼻水垂らしてね、垂らして坊ちゃんの OK、 はい、いいよね。ああ、こっちの方がいいね。では引き続き苔を張っていく感じですかね。はい、それでは、苔が張り終わるまでしばらくお待ちください。はい、飾りました、はい、できました、はい、まずメインの黒松を効かせてあげるっていうのと、うん、この梅と徳佐でバランスをとっていいね、一つの世界ができたんじゃないかなというふうに思います、はい、ポイントとしては若干ネックだったここのね、まっすぐのところをこの石でちょうどいいように隠してあげるっていうので、この木のまとまりが出たっていうのと、このさっきはちょっと後ろにありましたよね、はい、それを前に出したことによって、まあ、上から見た時もバランスとして三角形ができて遠近感がより出たと思います。遠近感っていうとこの後ろの苔も、まあ、山のように遠くの景色のように見えるかなと思うので、この辺も効いてるんじゃないかなと思います。ちょっと今のところだと色がないのでツルを入れてあげて、縁起がいいようにしてあげましたけど、この後は梅が咲いてくるのでそうするとより賑やかになってお祝いらしいような飾りに なるんじゃないかなというふうに思います。そうですね、はい、どうですか作ってこんなまとまると思わなかったです ね、はい、去年も作りましたけど、はい、今年いいですねこれ。変な賑やかさがないじゃないですか、うんうん、しっかり閉まってるけどちゃんと世界ができてるっていう。そうですね、真ん中の水もね、にくいですね、ね、池みたいな感じになりましたけど、はい、それぞれ情景が思い浮かぶような配置ができたのかなというふうに思います。という感じで、という感じで石付きの松竹梅を作ってみました。こういう形であってもね、うん、まあ一鉢に何か入れるんでもいいんですけど、こういうのが一個あると面白いと思います。花が咲いた頃にもう一回じゃあそうですねお届けします、はいはい、ということで2023年一発目の動画ですが、はい、本年もよろしくお願いします。本年もよろしくお願いいたします、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました